公共曲第8番、公共曲第8番、公共曲第8番、編補調調は、グスタフ・マーラーが作曲した8番目の公共曲。マーラーのウィーン時代の最後の作品であり、同時に、マーラー自身が初演し耳にすることのできた最後の作品となった。第8番の編成は、公共曲第7番まで続いた純奇学から転換し、 大規模な還言楽に加えて8人の読書者を呼び、複数の合唱団を擁する、巨大なオラトリオあるいはカンタータのような作品となっている。構成的には、従来の学唱性を排した二部構成をとり、第一部では中世マインツの大司教、ラバヌスマウルス、776、856作と言われるラテン語参加、来たれ、創造したる精霊よ。第二部では、ゲーテの曲、 ファウスト第二部の終末部分に基づいた歌詞が取られている。音楽的には音階組織としての調整音楽からは逸脱していないが、大掛かりな編成、極端な音域、音量、テキストの扱いなどに表現主義の特質が指摘されている。演奏規模の膨大さから、千人の公共曲、シンフォニーデアン、タウゼントの名で広く知られているが、これはマーラーによる命名ではなく、 初演時の工業種であるエミール・グルトマンが話題づくのためにつけたものである。マーラー自身はこの呼び名を認めておらず、剣をしていた。この初演については口実するが、マーラーの自作演奏会として生涯最大の成功を収めたと同時に、近代ヨーロッパにおいて音楽創造が文化的事件となった例の一つとなった。この曲についてマーラーは、 ミレム・メンゲルベルクに宛てた手紙で以下の通り述べている。第8番は、マーラーの作品中最大規模であるだけでなく、音楽的にも集大成的位置づけを持つ作品として、自他共に認める存在であった。音楽作品として、極めて肯定的かつ信仰や生に対する壮大な参加であり、マーラーはこの作品を妻のアルマに捧げている。グスタフ・マーラーが、 自身の作品を他者に検定したのは、これが唯一である。ウィーン宮廷歌劇場における、マーラーの妥協を許さない、完全主義者ぶりは、歌劇場内外で波紋を呼んでいたが、マーラーが1903年頃からしばしば、ウィーンを離れて、自作公共局を指揮して関与になったことが、反ユダヤ主義の影響のもと、一層、ウィーンの徴収、批評家たちの反感を買うようになっていた。 一方で、マーラー自身も自作の演奏機会の拡大とともに、より作曲に専念できる環境を求めるようになっており、歌劇場での活動との両立が困難になり始めていた。1905年秋、リヒャルト・シュトラウスの楽劇、サロメを、ウィーン宮廷歌劇場で上演しようと尽力するが、検閲のために果たせなかった。このことは、後に、 マーラーが歌劇場を辞任する演員となった。同年11月から始まったアルフレートロラーの舞台装置と新演出によるモーツァルトのオペラチクルスは、11月24日のコジュファン・トゥッテを皮切りに、12月21日、ドン・ジョバンに、翌1906年1月29日、高級からの誘拐、3月30日、フィガロの結婚、6月1日、魔キと続いた。 1906年5月27日、エッセンで自作の公共曲第6番を初演。この時ロシアのピアニスト、オシップ・ガブリロビッチと知り合う。ガブリロビッチは、後にアメリカでマーラーの音楽の普及に努めた。この年の夏のオフシーズンには、ザルツブルク音楽祭への出演等があり、これまでのように夏の休暇中を、作曲時間の確保に出ることも難しくなってきた。 1906年の夏、ベルター・コハン、マイ・アーニックの作曲小屋で公共曲第8番を作曲。第1部はわずか3週間でスケッチ。8月18日には全曲を完成した。翌1907年の夏にオーケストレーションされ、ツマールマに検定されている。マーラーの初期構想では、4楽章構成であった。パウル・ベッカーによれば、当初のスケッチは、 以下の通りである。このうち、第2楽章と第3音楽章は、公共曲第4番の初期構想であった、フモレスケ公共曲のスケッチから、他の曲に採用されなかった断片を使う、つもりだったが、ゲーテの、ファウストお菓子に採用するにあたって、これらは削除、あるいは、第2部へ統合されることになったものとみられる。アルマの階層によると、マーラーは、 最初の2週間はスランプが続いたが、ある朝、作曲小屋に足を踏み入れた瞬間に、来たれ、想像したる精霊よの一句がひらめき、うろ覚えのラテン語歌詞をもとに第1部を一気に書き下ろした。しかし音楽が歌詞より長くなってしまい、マーラーは、ウィーンから参加の全文を電報で入手したところ、送られてきた歌詞は、マーラーの音楽にぴったり収まっていたという。 実際には、マーラーは6月21日付の手紙で友人のレールにラテン語参加の翻訳を手伝ってくれるように頼んでいる。また、マーラーは音楽に合わせて原子を削除、入れ替えしたり、一部には、マーラー自身が過失創作して、もともと7節だった原子を8節に拡大しており、アルマの言うような詩と音楽の神がかり的な合致があったわけではない。これについて、 柴田波美夫は、来たれ、創造主の参加は、カトリック教会では、精霊降臨説の晩歌をはじめ、主事の儀式に、グレゴリを聖歌として歌われるものであり、マーラーがドイツ語のミサ天書書き当書を持っていれば、容易に役文を目にすることができたはずだと指摘している。このことは、マーラーのユダヤ教からカトリックへの改修自体が、宗教的理由化ではなく、便宜的なものであったことをも示唆するものである。 なお、ドイツでは、復活交響曲は、復活際に、本曲は、精霊降臨説によく演奏されることもある。1906年10月、アレクサンダー・フォンツェムリンスキーが、ウィーン宮廷歌劇場と指揮者の契約を結ぶ。翌1907年1月、自作の交響曲第6番を、ウィーンで、交響曲第3番を、ベルリンで、交響曲第4番を、フランクフルトで、 公共曲第一番を、リンツで、それぞれ上演したが、シーズン中に休暇を取って、自作の演奏流行をしたことで、ウィーンでのマーラー批判が一気に吹き出し、音楽界ほぼ全体が敵となった。この頃には、皇帝フランツヨーゼフ一世とマーラーの仲介役だった、宮帝大元帥、モンテヌーボ公爵との関係も冷えしまっていた。同年2月、 アルノルト・シェーンベルクの弦楽四重奏曲第1番、室内公共曲第1番の初演を聴き、シェーンベルクの音楽を熱烈に支持する。3月18日、ロラーの舞台装置で、グルックの、の新演出を上演。これが、マーラー最後の新演出となる。5月に、ウィーンで、サロメのオペラの初演を果たすが、6月5日、ベルリンで、ニューヨークメトロポリタン歌劇場の支配人。 ハインリヒコンリートと会い、翌シーズンから同化劇場の指揮者として就任することを承諾、21日に正式に契約を取り交わした。マーラーはこの時点で、渡米の決意を固めたことになる。7月12日、夏の休暇先マヤーニックで、長女マリアアンナ死去。その直後に、マーラー自身も心臓病の診断を受ける。1九百十年九月十二日及び十三日、 ミュンヘンにて、マーラーの指揮による。マーラーは、この年4月に、アメリカで、公共局第9番を完成した後、3度目のヨーロッパ期間を果たしてこの初演に臨んだ。夏には、東部ラッハ、当時オーストリア領、現在のドロミテアルプスキタド・ビアーコで、公共局第10番に着手している。初演は、ミュンヘン博覧会1910。 オステレオン・ムーンション1910と題された音楽祭の一環として行われた。エミール・ブートマンの企画によるこの音楽祭はほぼ4ヶ月にわたる大規模なもので、フランツ・シャルク式ウィーン・楽友協会合唱団によるベートーベンのミサ・ソレムニス・ヤゲ・オルク・ゲイラー式、ライプチ・ヒリーデル協会合唱団による、ヘンデルのオラトリオ、デボラの上演も行われている。マーラーの 第八公共曲は、この音楽祭のメインイベントとして位置づけられていた。初演は鳴り物入りで予告、宣伝され、12日、13日ともに3000枚の切符が、初演2週間前には売り切れた。演奏会には、各国から文化人ら、工実が集まった。曲は850人程度で演奏可能であるが、初演時には出演者1030人を数え、文字通り、 1000人の公共曲となった。内訳は、指揮者、マーラー、楽器奏者171名、読唱者8名、合唱団850名。還元楽は、カイ無還元楽団、ミュンヘンフィルハーモニー還元楽団の前身。合唱団には、音楽祭に参加していた、ウィーン・楽友協会合唱団250名、リーデル協会合唱団250名に、 ミュンヘン中央科小学校の児童350名が加わった。マーラーは少なくとも初演の1年前から準備に取り掛かっている。練習は編成が巨大で一堂に始することが困難なために各地で分散して行われた。9月5日からの1週間を総練習に当て様々な組み合わせで1日2回実施したという。マーラーは この総練習の過程で、アルマに宛てた手紙で合唱団や、合唱の練習を担当した、シャルクの無能ぶりを威嚇批判したり、演奏会直前になって、工業主のグートマンに、コンサートマスターの交代を要求したり、相変わらずの完全主義者ぶりを見せている。会場は、博覧会会場である、新宿祭音楽堂、現在のドイツ博物館交通館、第1展示場で、 コンクリートとガラスを主に使用した当時としては先進的な建造物であった。音楽ホールとして設計されたものではなかったため、マーラーは工業主のグートマンに対して音響的な配慮や照明効果まで細かく配慮を求めた。また、ウィーン宮廷歌劇場時代の同志であったロラーを呼び寄せ演奏者の配置や照明など会場のアレンジを行わせている。その他、 マーラーは、初演にあたり、配布されるプログラムに出演者の名前や楽曲に、使われる歌詞を除く、楽曲解説が掲載されることを厳しく禁じた。また、会場前を走る路面電車についても、演奏中は助行しかねも鳴らさぬ、よう注文するほどだった。初演は、大成功を収め、演奏終了時、聴衆も演奏者も、熱狂の渦に包まれたという、批評家、 パウル・シュテファンは、嵐のような熱狂は30分近く続いた。中略マーラーはおそらくこの時、その生涯の絶頂、名声の絶頂に達したのだったと述べている。初演から8ヶ月後の1911年5月18日、ウィーンでマーラーは没した。マーラーの死後、1911年の秋から翌春にかけて、第8公共局はウィーンだけで13回。 上演されている。この初演の聴衆には次の人物が含まれていた。以上のうち、ストコフスキーはこの曲のアメリカ初演者、1916年であり、ニューヨークフィルハーモニックと同曲最古、1950年の録音を残している。また、マンは、初演後にサンジと共に次長マーラーに送っている。1911年。 ビーンのウニベルザール出版社より出版。この時、マーラーは同社に口添えし、アルマが結婚前に作曲していた各曲を集めた楽譜を同じ想定にして同時出版している。1977年、エルビン・ラッツ監修、国際マーラー協会による全集版が同社から出版。バンダ、トランペット4、第1話、複数、トロンボーン3、なおマーラーは、 編成が大きい場合、木管楽器は倍化されることが望ましいとしている。二部構成による。第一部は、境界音楽的かつ多性的であり、第二部は、幻想的かつホモホニー的であるが、両部は、主題的に緊密に構成され、統一された印象を与える。演奏時間は、約80分。三歌、これ、創造主なる精霊よ。歌詞は、ラテン語。 アレグロインペトゥオーソヘンホチョウチョウ、補蝶蝶四四拍子そな多形式オルガンの重厚な和音に続いてが章が、来たで、想像したる精霊よと歌う、クレイ1。これが第一主題で、主音から四度加工し、七度跳躍上昇する音形。クレイ2は、全曲の統一的な動機となっている。公共曲第七番の第一楽章第一主題、主音から四度加工し、 六度超躍上昇との関連も指摘されている。男性合唱によって推進的な計画が現れる。第二主題、フレイさんは落ち着いた旋律を、ソプラノ独唱が高き恵みを持って満たした前と歌い、各読唱者による重傷となる。消滅日では、やや会議的な旋律や高みを目指すような動機も現れる。フレイ1スコアレラティブ C、クレフトレブル。 キースメジャーニューメリックティミジグネッチャータイム4、4テンポアレグロインペツオソ、オートビモフスニ、ホルティシモベース 4R タイム3、4アイスにエス FG8、F16 タイム2、4ス4、F マイナスタイム4、4ベス、8、ベス16ベス4、アドリリックス、ベイニ、ベイニ、シーリエートアエスピーリトス、スコア。クレーニスコア、ニュースタッフウィズ、 リムーブタイムシグネーチャーイングレイバーレラティブ C クレフトレブルキースメジャーオーバーライドステムトランスペアレントイコールティース4ベスアイススコアプレーサスコアレラティブ C クレフトレブルキーデスメジャーニューメリクティミジグネーチャータイム4 4アイス2ピーマーカップスモラーイタリックドルチェスプアベス4アイス 8C2 デス F4 ス8デス2ジャス 4F8 スに アドリリックス、イム、プルスパーナグラティ、A、グラティエー、スコア。展開部は、会議的な旋律で静かに始まるが、やがて合唱が第一主題の動機に基づく新しい、旋律、フレーオンを、勢いよく歌い始める。二重風雅など、大法的な展開を駆使してキビキビと勝つ奏麗に、進み、圧倒的な頂点を築いたところで、第一主題が再現する。 プレイオンスコアレラティブ C、クレフトレブルキーメジャーニューメリクティミージフネッチャー、タイム4、4パーシャル41、セットスコア、テンポヒデノテイコールトンテンポ4イコール138タイムズ2、3、R8R8AIS、フォルティシモマイナスワンス、オーバーライドブリズンサイン、フォント、サイズイコールボブリーズバー e 2、B マイナス R4B、 シスディスギスに、フィスヨンオートビモフ E8、シス 16B4 アドリリックス、AC ンで、AC デル、メンセン、シバススコア。コーダは、還元学のみで、第一主題の動機を扱うが、自動合唱が入ってきて第一主題の動機に、基づいて、主なる父に栄光あれと歌い、フレー語、グロリアのンコで高まっていく。第一主題の動機を繰り返して白熱し、 花々しい金冠の響き、紅葉を続ける合唱で結ばれる。クレーゴスコアレラティブ C、クレフトレブル、キーデスメジャーニューメリクティミジグネッチャータイム4、4デスニホルティシモ F、4F デスニ F、4F、スデスベスジャス C、1、アドリリックス、グロリ、A、グロリ、A パスカルトライドミナンバー、スコア。ゲーテの、ファウスト第2部から、最後の場。 歌詞はドイツ語演奏に50分以上を要する場合が多く、1572小節ある長大な第2部は、旧来の公共曲の構成にのっとり、アダージョ、スケルツォ、終局コーダという部分に分けて考えることができる。第1の部分は変ン短単調のポコアダージョ、フレークで、還元楽と合唱による、自然描写の部分とそれに続く、放映の恐怖、バリトン独唱。 瞑想する恐怖、バス独唱までである。プレイ6スコアレラティブ C、クレフトレブル、キースマイナーニューメリクティミジグネッチャータイム 4?4、セットスコア、テンポヒデノテイコールトンテンポポコアダージョ8、イコール112ワンス、オーバーライドヘアピン、ミニマム、デングスイコール6、リピートトレモロ16、スス 32SF マーカップ、センターアライン9二時32分、 pp, クレフベースベース、4マーカップ、スモラーセンターアライン、マーカップ、ダイナミック PS、R8S、F、ジャスベス4セ R2、クレフトレブルベース4、セ8ベース2ベース4ジャスアズベース、スコア。第2の部分では、アレグロとなり、天使たち、自動合唱が登場し、フレイ7、マリアスーケイの博士、テノールョーを加えて歌われる。 フレー7スコアレラティブ C、クレフトレブル TB メジャーニューメリクティミージフネッチャー、タイム2、2、セットスコア、テンポヒデノテイコールトンテンポ2イコール112、B2B4B フィス4、ギス8フィス2ギス 4B2B4AIS8 フィス4ギス 4E1 アドリリックス、HN、デバージョンシュリン、ゲットアッチフロイディグ、ズンリングバージョンアイン、スコア。第三の部分では、テンポを、 アダージシモに落とし、還元楽のみで、ハルモニウムの持続音とハープの分散和音を伴い、静かに歌われる旋律、クレイ八人は主が入ってくる。その後、罪深き女、ソプラノ独唱、サマリアの女、アルト独唱、エジプトのマリア、アルト独唱が順次登場し、クレートヒエン、ソプラノ独唱の短い歌唱を挟んで、先の三人による重傷となる。ついでクレートヒエンが、 残悔する女として第一部の第二主題、ついで第一主題を改装し、ここで一つの頂点を築く。クレー8スコアレラティブ C、クレフトレブルキー E メジャータイムに、2ンポイサーストラングスサム、アダギッシモ、ビーニスモラー、イタリックシュエビンドギスフィス R4 ディスイーシスに、R4 フィスギスシス、1番、スコア。以下は、こうだと見られ、栄光の聖母、ソプラノ読書、 マリアスーケイの博士、テノール独唱フレイキュと公用したところで、4度下降、7度上昇の、同期、第1学章第1主題が、銀刊によって現る。フレイキュスコアレラティブ C、タイム2、2、クレフトレブル、キースメジャー、G-PR8 アイスベース2、アドリリックス、ブリキ、ケットアウフ、スコア。刊の広域や鍵盤楽器の分散和音で静まって、 行くと、神秘の合唱が極めて静かに歌い始められ、フレジ10、次第に高みに上り詰めてゆく。頂点に達したところで、第1部の第1主題が、金管の別動体によって、完全に姿を現し、オルガン、全管弦楽の壮大な響きに支えられて金管が、高らかに、第1部第1主題の動機を推奨して、全曲を結ぶ。フレジ10スコア、ニューピーパーの下。 ニュースタッフレラティブシティースメッチャークレフトレブルニューメリクティミジグネッチャータイム44セットスコアテンポヒデノテイコールトンテンポセアラングサムビギネンド4イコール60ニューボイスイコール1ボイス 1G2 グラム4グラム 4G4 アイス8グラム 4B レスト B レスト EFG ベス1アズ 2B4 レストニューボイスイコール2ボイストス2マーカップ ライトアラインダイナミック P.P.P.S. 四四 F 四 F 八 F 四 S.S.C.E.D.F.E.G. フェス一フェス二 S 四ニューリリックスリリックスとワン A.L. レバージョン G.N.G.L.I. ケイストニューアイングライクニッシュニュースタッフレラティブ C クレフベースキースメジャーニューメリックティミージグネッチャータイム四四ベス二ベス四ベスベス四ベス八ベス四 s S.S. ベス C 九九 セフェス一九二、s ス四、スベスス、二、スベスス、四、スベッスス、デスです、四、デスです、八、デスです、四です、レスト、デスレスト、cc、九九、セセ、一九二、デス四、レスト、スコア。2> 第二部で、マーラーは、ゲーテの戯曲、ファウスト。第二部第五幕から、最終場面に、百十行余り、約五十行は、省略を歌詞として作曲しているが。 このファウストに題材を取った音楽作品として、他にベルリオーズの劇的物語、ファウストの豪ー1846年、シューマンのゲーテヌ・ファウストからの情景、1853年、リストのファウスト公共曲、1857年、グノーのオペラ、ファウスト、1859年、ブゾーニのファウスト博士、1924年、ミカンなどがある。 このうちゲーテの脚本をドイツ語のままで用いたのはシューマンとリストである。シューマンの作品はファウスト全体からテキストを抜粋したオラトリオ形式によっており、マーラーの第8公共曲の先駆的作品ということができる。リストのファウスト公共曲では最終楽章で神秘の合唱の8行を男性合唱に歌わせており、この部分だけならシューマン及び マーラーと共通する。このゲーテの神秘の合唱で永遠に女性的なるものが我らを高みへと引き上げ、登らせてゆくという詩は女性の愛を天上世界へ導く浄化作用として象徴的に歌い上げているという解釈が一般的になされる。しかし、前述した通り、マーラーは最終楽章をエロスの誕生として構想していた。そこにゲーテの ファウストを採用したことについて、マーラーは1910年6月に、アルバに宛てた手紙で、すべての愛は生産であり創造であって、肉体的な生産も、精神的な創造も、その源にはエロスの存在があると書き、ファウストの最終場面でこのことが象徴的に歌われているとしている。うちは歌手として使われていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。